お年玉チャレンジ第2回戦やっていきます。この箱の中に謎々が入っています。回答権は1回です。誰からチャレンジしますか？難易度は簡単、中くらい、難しい。難しいのね、確か2個ぐらいある。それによってね。じゃあ春からいく。うん、いくよ。ちゃんと読んで。はい、読んでください。読めるかな春。つぶとおし、うるが読んであげるか。うる読んだよ。つくとおしゃべり、聞こえるとだんまり、これなーに。つくとおしゃべり、聞こ消えるとだんまり。ん、なんだ、だんまりって。だんまりっていうのはシーンってなる。シーンって、えしお口チャックみたいな。別におじで、こしょこしょって教えてね。そうだよ。ハル教えてあげる。わかんない。え、うる、何の答え。つくとおしゃべり、消えるとシーンのダンボール。わかんない。わかった。じゃあ追わない。わかんない。これかな。確かに。え、これハル、ハルこれ。でもおしゃべりするよね。答えですか。答える。答える。お、じゃあ行ってきてみてください。ほらね、ハルそう、ハルそう、何の答え。あれ、何あれ。え、な、なにあった。正解書いてあるからね、後ろに。ん、何か。はい、じゃあ戻ってみてください。カタカナやる。なんだよ。読んで、正解かな。せーの、テレビです。おー、当たり。ほら、これそうだよ。最後に開ける。うん、いいよ、最後でもいいよ。じゃあ、なんか入ってる気がする。じゃあ置いといてください。しかるじゃん。いいよ。それ3人でやっぱ協力した方がいいんだ。うん、やっぱり3人で協力は大切なんだ。丁寧に言うとフルーツになっちゃう。電化製品って何？家にそんなの。フルーツ？フルーツ。え、なんで？え、むずい。結構むずい問題だ。フルーツ。丁寧に言う。みかん。おみかんとか？おりんごとか。おりんごとか。おぶどうとか。そうそうそう。おぶどうとか。お桜。おパイナップル。パイナップル。おパイナップル。おパイナップル。え、電子レンジとかが、そういうこと？電子レンジ。レン。何？次。で、待って、冷蔵庫って電気？うん。冷蔵庫。冷蔵庫。ラル、いいとこまで行ってんだよ。ラル？いいとこは行ってんの？うん、今ラル超いいとこまで行ってるよ、ね。さっき言ったじゃん、丁寧に言うと。ね、フルーツになっちゃうって言ったじゃん。ギブアップする？え、わかんない。まだやった方がいいよ。大ヒント、それを丁寧に言うと言ってごらん。レンジ、おりんごとか言ってたじゃん。オレンジ。あ、オレンジ。わかった。オレンジ。何？正解は？オレンジ。おー、え、オレンジだから場所は？場所は、うん、電子レンジ。じゃあ行ってみよう。行ってみよう。ウルが。あるか？オリンゴ。電子レンジ。オリンゴ。おお、電子レンジって書いてあるよ。本当だ。はい、正解。ウルの番いきます。いいよ。むずいのかい。細い体で毎日働いていて、虫歯たちを追い出してくれるのはなーに。あ、わかった。簡単ですね、これ。一斉のせ。歯ブラシ。じゃあ行ってみましょう。行ってみます。これは簡単で、ね、うん。はい。歯ブラシね。あ、あったね。これですね。はい。歯ブラシ。じゃあ行きます。むずいの来い。お米とお水を食べてシュッシュッと湯気を出してほかほかのご飯を作ってくれるのは誰？名前がわかんない。じゃあ教えてもらうしかないよ。誰かわかんない。何？わかった。せーの、炊飯器。はい、ここでしょ。はい、合格。次はラル。次はラルの番です。吹くけど風じゃない、噛むけどガムじゃない、白くて薄いものなーに。ほら、むずいかな。全然簡単。え、噛む。白くて薄いものだからね、まず。待って、よかった。春にも教えてあげて。じゃあ、あー、でも風邪は吹いてない。吹くけど、あ、噛むけどガムじゃない。え、なんで噛むの。おかしい。噛めないってこと。
はい、何クンクンって噛むかの噛む可能性ある。それ嗅ぐな。それ嗅ぐな。せーの、ティッシュ。はい、じゃあ見に行ってみよう。あった、おおティッシュ。ブルドーグ、ベルベル笑って綺麗にしてくれるものってなに。絶対あれだよね。そうだよね。そうそうそう。なんだ、掃除ロボットだよ。はい、むずい。超簡単。いや、間違えたくない、絶対。間違えたらしょうがないね。まあ、ヒントは、お掃除ロボットではないってだけ。わかんない。あ、わかった、わかった、そうそうそう、そうだよね。何、うんうんうん、何、あれ、いきなり何。あ、あれか。そうだよね。うん、わかった。いくよ。せーの、洗濯機。はい、じゃあ見に行こう。絶対そうです。それで回ってるもん。そうだよ。しかも、綺麗にしてくれるもん。また小銭かよ。はい、どうも、ハリ行けよ。はい、いいよ。お、これだ、短い。鬼ごっこの鬼になるのが苦手な食器、ね、食器、うん、え、鬼ごっこ苦手か。全員苦手じゃん。なぞなぞですから。食器だよ、食器。え、どのぐらい使ってる。ほぼ毎日使うね。お茶碗。うんうん、お茶碗ね。で、なに、なんか笑ってる。うん、ギブアップだとなんか答えない。お茶碗でもいいし、箸でもいいし、コップでもいいし。お茶碗って言ったらママが笑った。笑ってる。じゃあお茶碗にしてみる、うん、してみる。してみる。うん、せーの、お茶碗。じゃあお茶碗どこに。違うとママある。はい、お茶碗。あった。答えは？答えは？何これ。はい、じゃあ見よう。 お湯。違う、違う。バウルに読んでもらえる。何？お椀。はぁ、お椀。なんでお椀だと思う？いや、わかんない。あ、追わないから。そう、お椀。おー。はい、次の人。次誰？立派立派と言われるけど踏まれてばかり。あ、わかった。いるものって。まずじゃあラリン考えさせて。もうわかった。立派立派立派。スリッパ。お、はい、じゃあ探していきます。なさそう。ないね。あ、あった。スリッパ。おー、これだ。君に決めた。お、何？座るとくしゃみが出そうなふかふかのものってなんだ。座るとくしゃみでふかふかのもの。何か腕組んで格好つけちゃった。座るとくしゃみ。座るものに関係してるってことだよね。座るもの。くしゃみってどうやってする。拍手。ハクション。ハクション。あ、あー、分かった。分かった。出られるって。クション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 クション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 。わかんないの。ハクション。せーの、クッション。お、あった。クッション。あー、そのクッション。お、クッションです。クッションです。次ハート。はい、行きます。まだいっぱいある。まだあるよ。平らな顔から4本足が伸びているお化け、なんだ。4本足があるの。平らな顔、まあ謎の謎だからね、うん、これ一瞬でわかるよね、うん、だって4本の足が伸びてるってすぐわかるもん。4本。あーあ、ピッピッ平ら。あ、わかった。何？じゃあハルコで、せーの。え、なんだっけ。何？何？一応確認しようとして。一応確認しようだから。うん、じゃね、うん、せーの、テーブル。はい、じゃあテーブル探して。あ、でも今年の可能性もある。おっと。おお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 お風呂って樽？バスタ。何？あー。お、これなんつったの？うん、お。これなんつったの？タオル。え、わかんない。え？タ。どれ？タ。
かもハウル当てたよ。行きます。ハウル行ってきます。行ってみましょう。ハウルどこ？あ、あった。お、ハウルおかげ。次は、毎日くるくる回ってだんだん小さくなるのはなーに。毎日、毎日回ってる。あ、わかった。なに？小さくなんないじゃん。大きくなるじゃん。小さくなって最後なくなる。え、トイレ？それはない。なんで？いつもぐるぐる回してるよね。え、いつもぐるぐる回してるよ。ぐるぐる回してる。いつもしてるよ、みんな。え？お、ラル知ってんの？知ってんなら言えばいいじゃん。教えてあげるわ。さ、ウルが違うって言ったやつで。トイレ？トイレじゃないの。なんで？教えてあげない。トイレでくるくる回るもん何使ってんの？あ、わかった。せーの。トイレットペーパー。トイレじゃねえ。トイレットペーパー。トイレットペーパー。確かに。違かったわ。確かにくるくる回って小さくなる。お、あった。はい、ありがとうございます。次の人誰ですか？はい。はい、どうぞ。シャツ4個もあるの？やば、勝ち組や。はい、じゃあ自分で読むね。読めるかな？読めるかな？53をパクパク食べちゃうものってなんだ？え、これは、え、これわかるかな？ 53、 うん、ちゃんと文字見て。53、置いといて。見せて。53をパクパク、え、今日食べた？今日はいっぱい、今日もいっぱい食べてる、え？じゃあ、ハルヒント教えてあげようか。53とは読みません。誤差？誤差…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 ご飯…ゴリラじゃなくて…ゴリラ食べられるやつ？今日食べたご飯…え、ご飯じゃね？そしたら…ご飯なんかどこにあるのよ？ゴリラ。あ、何？何？お、確かに。確かにね。お、え、ゴミ箱でない、食べちゃうじゃん。うん、ゴミ。お？お？ゴミ食べちゃうじゃん。はいはい。せーの。え、せーの。え、何？ゴミ箱。ゴミ箱。せーの。ゴミ箱。はいで。待って、食べちゃう。お、あった。ゴミ箱。早いね、あっという間だね。包丁で切っても切っても切れない。い、何？板ってな、あ、うるまな板じゃね。まな板っていうの、せーの、まな板、はい、ほら、うるの番です。はい。いつもロバが隠れているのは家の中のどこ？ロバ？ロバって何？確かに、何ロバって何って、馬？ロバは来てるけど、ロバはどんなの？ロバいないよ。いないよね。いつもロバが隠れている？ロバが隠れてる。え、ロバって何？ロバ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 ロフロバー！行きましょう。お、あった。はい。あ、おちゃありました。お風呂場。はい、オッケーです。最後の1個だよ。頑張って答えたね。じゃあ、最後の1個あんまりもなかった。何これ？お、トラが嫌いな家電製品って何？家電製品。家電製品。ん、トラが嫌いなやつ、まず1個むずい。トラが嫌いな、トラ？え、なんで？トラ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 。ママが絶対いつも使うものだね。何？ああ、よかった。そう、え、何？ドライ、せーの、ドライヤー。お、ある。あ、近いの。あと2枚だよ。あと
と2枚だよ。最後です。最後です。テーブルの隅っこに行儀よく並んだスリムな双子ってなーに。あ、わかった。なに教えてあげる。なに彼なんだ橋。双子じゃん。なに。あ、確かに。せーの、橋。ここだよね。はるかあった。あった。はるのおかげ。おタバコ屋さんに売ってないタバコってなーに。バコバコバコタバコ。タバコどこにあるの。なんとかのタコじゃね。あ、わかった。せーの、下駄箱。わかった。その上にあります。下駄箱。下駄箱。下駄箱です。いきます。あ、1000円です。これは。言わなければよかった。6、7000円。え、やば。7500円。ウル7000円だ。同じぐらいだ。一緒ぐらい。みんなね。これで終わります。グッドボタンもよろしくね。チャンネル登録もよろしく。バイバイ。バイバイ。